2005年1月22日数多くのビッグマッチを手掛けてきた元新日本プロレス執行役員宇和井文彦がある男を呼び入れた。2002年にリングスの活動を停止して以来、格闘技界の表舞台から姿を消していた格闘前田明。数々の名勝負を生み、現在の格闘ブームの礎を築いたともいえる前田が、混迷のプロレス界へと舞い戻ってきたのだ。あの、いきなりプロレスみたいなお茶だけじゃなくて、リング上がる者も社員も全員が緊張感を持ってリングを見るような、そういうリングを、実現するように、力を貸したいです。ビーマーズ with アタック。狂気をはらんだ平成の狼たちが繰り広げる妥協なき戦いが今始まる。超満員に膨れ上がった後楽園ホール、観客席に今大きなバナーが広がっています。後楽園ホールでこの狼が吠えています。ここで前田明スーパーバイザーの入場です。表情一つ変えず、今リングの周囲を一周する模様、左手を上げました。ファンの大声援、前田コールに応えています。何本ものロボリが上がる中、今ゆっくりとリングの周囲を確保し声援に応える大声援の観客、観客はこう叫んでいます。今のプロレスには前田明が足りないと。さあ、ここで前田明スーパーバイザーの挨拶があるようです。本日の多数のご来場、雨の中にもかかわらずありがとうございました。自分はプロレスのリングを離れまして、もう数年、もう数十年、あ、数十年は十数年経ちますが、しばらくぶりに見る、プロレスの惨状、いつの間にこんな風になってしまったんだろう、そういうことが、本当に試合を見るにつけ、いつも、残機の念となって、自分の気持ちの中にありました。人間はですね、生まれて死ぬまでの、中で、若いうちには何をするか、年を取ったら何をしてきたか、それがいつも問われるものだと思います。ここにですね、来年から自分たちの、同志となってやる中心人物を紹介したいと思います。船木正和選手です。どうぞ。いや、驚きました。今前田スーパーバイザーの口から船木正和という名前が発せられました。姿を現した船木正勝です。船木正勝氏がこの後楽園ホールド 9.11 ビッグマウスラウド
旗揚げ戦、歴史的なリングインです。船木正和です。21世紀いつ大地震が起こるか分かりません。いつ戦争が起こるかもしれません。そんな時代の中で悔いを残さないように死んでいきたいと自分は思い、本日このビッグマウスラウドのリング上に上がりました。新日本プロレス、新生 UWF、 プロフェッショナルレスリング藤原組、パンクラス、回りくどいことは言いません。本日このリング上よりビッグマウスラウドに対し全面協力していくことを宣言いたします。皆さんは自分が再びリングで試合をすることを望んでいますでしょうか。夢のあるプロレス、人々に勇気を与えるプロレス、人々に希望を与えるプロレス、そして総合格闘家に負けないプロレスラーを誕生させるために努力していきたいと思います。先ほどの皆さんのものすごい声援、心の中にしっかりと受け止めたいと思います。ありがとうございました。